オリオールズ、ディーバックス、大谷に興味。藤浪とチームメイトある？ダイヤモンドバックス行くならドジャースでよくないか。有名記者が期待させるのやめろ。大谷出して誰を取るのよな。オリオールズ今年はオールイン戦やろ。藤と一緒に世界を取りに行かないか。エンゼルスの位置が微妙すぎてな。オリオールズ強すぎて藤浪使いどころないやんけ。藤浪を大谷の交換要員にするんやで。エンゼルスは買い手に回るも安定の大失速ってのが目に見えてる。ナリーグはないからやっぱあるとしたらオリオールズか。エンゼルスってまだ買い手になれるほどの球あるんか。オリオールズはあり得るな。本塁打17本が最高のチームやし、大谷並みの打者は喉から手が出るほど欲しい。D バックスじゃね、ドジャース弱いの今年くらいだろ。とにかくどの球団も大谷欲しいよな。どのチームでも活躍できる。皆さんはこの報道についてどう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。